ロです。チェロです。パロチェロです。はい、ナグナドやっていきましょう。いきましょうかね。今回はね、新掛け軸登場というところで、うん、まあ、コラボのね、掛け軸が来てますので、うん、早速性能を見ていきたいなと思います。いきましょう。UR アタルトランプというところでね、シンプルなね。うん、そうだね。まあ、あのオープニングの画面にも出てるような画像で、まあ、掛け軸が実装されるのかな、うん、まあ、ちょっとちっちゃいけど、あの定かじゃないけどね、うん、でアビリティに関しては、ゼロヒギスキルドロー時自身に物攻魔攻フル人力増加バフ1を付与しますよと、うん、で発動率が 80% 貫突で 100% ですね、うん、であとゼロヒギ改心、こちらが、発動率 10% 貫突で 15% というところです。で下にねちょっとちっちゃく書いてるんだけど、うん、ゼロヒギ改心は同効果のアビリティを持つ掛け軸と、編成した場合発動率が加算されますというところなので、まあ、そこの下に書いてるけど、ゲイシュンとね、うん、一緒に使った場合は発動率が加算した値となりますというところですね。じゃあぜひ持ち寄りたいところですね。うん、そうだね。で、あの表を今ちょっと出してるんですけど、うん、龍脈とゲイシュンと、アタルとラムと、まあ、この3つね、うん、まあ、なんで出してるかというと、まあ、アタルとラムがね、こう龍脈とゲイシュン、うん、足して2で割った感じかなと思ってちょっと一覧表にしたんですけど、あ、まず龍脈がゼロヒギドロー時に、うん、物攻魔法魔攻のバフが1と、でフルチェインの、威力増加バフが2っていうのに対して、アタルとラムは同じようにね、物攻魔攻バフ1だけどフルチェインバフが1なんだよね、うん、で発動率は一緒と。で、まあ、あのアタルトラムの方がフルチェインバフが1少ない状態ですね、うん、で、龍脈に関してはプラスでゼロヒギドロー率 10% と、まあ、ゼロヒギをあの持ってきやすくするっていうところで、うん、まあ、よく1セント使ったりするよね。そうね、うん、でアタルトラムはそれがないというところですね。でゲイシュンなんだけど、うん、今度ねゼロヒギ改心が 20% なんですよ、発動率で。それに対してアタルトラムが 10% なんで、うん、でプラスでゲイシュンはゼロ棒改心もあるからね、うん、なんで、まあ、足して2で割った感じかなっていうところだね。なるほど。うん。でもね、うん、どうだろうね。あの、絶対いるかって言われると、どうかなって感じはするんだけど、うん、まあ、僕、龍脈持ってないじゃないですか。持ってないですね。そう考えると、結構魅力的な掛け軸ではあるかなって感じはするんだよね。確かに。まあ、今さ、掛け軸4枠じゃん。うん。って考えたときに、まあ、足して2で割った性能とはいえよ、うん、龍脈とゲイシュン2つ入れるんじゃなくて、それを1つで賄えるって考えると、うん、まあ、ありなんかなって感じはするね。そうだね、うん、これが5枚6枚で掛け軸の枠が増えてくるとちょっといらんかなって感じはするんやけど、うんうん、今掛け軸の枠が4つって考えると、うん、まあいいんじゃないかなって感じはするけどね。お、ただ必須かって言われるとなんか、うん、そうかなって感じごめんね、煮え切らん感じで煮え切らないね煮え切らん、なんかね、どうかなって感じやなそっか、もう一声欲しかった。そうやね、まあただ俺龍脈持ってないから、うん、まあ、欲しいなって感じはするけどね。そうね、チェロさんずっと龍脈欲しがってたからね。うん、そうなんよね。寝落ちとかと一緒と、あとは陶器、うん、陶器、うん、あれもね、あの同じようにこう魔攻魔攻バコって言ったね。バコって言ったね。ま、あ、あ行やったっけ。それで、フルチェインバフもつくからね、うん、そういうのと一緒にすると、まあ、いいのかなって感じがするよね。はい、続いてが、SSR ですね。口裂け女と。お、ここで口裂け女が。うん、あらわな素顔というところでね、うん。これがフルチェイン時に、魔攻、物攻、フルチェイン、バフが1つきますと、うん、10回で発動率が 80% というところですね。でフルチェンジン自身の音も全員ヒットポイント回復と効力30というところですね。うん、うん、言い切れない言い切れなかった。うん、まあ音も回復っていうのはいいんやけどね、うん、まあまあ強い方だとは思うよ、 SSR の中では確実に。そっか、うん、っていう感じかな。ということで、引くべきかどうかというところは、100、引く、うん、もう自信持って引くべきって考えるのを100とした場合に70ぐらいな感じ。あ、引くべき 70%。 うん、なるほどっていう感じです見え切らないねどっちでもいいわけじゃないよ、うん、やっぱ引くべき側にいるみたいな 70% ぐらい。まあそうね、うん、と
今度はこんな感じで言う。そうね、うん、パーセンテージ、パーセンテージね、うん、天井まで引くかって言われると、うん、引かない。あ、そっか、うん、調整はするものの、そう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 、うん、まあ、40年かなやっても、おっ、うん、ちゅう感じ。これが100になると天井まで引くっていう話よ、ね、あー、そうね、うん、だからラムちゃんのキャラだと結構全力で引いちゃったけど、うん、強いからね。そう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 、だから 80% ぐらいまで行くとちょっとワンシート目まで引こうかなみたいな感じ。あー、もう 90% まで行くともう 100% と同義やけ、うん、もう天井まで行きますよっていう、うん、なるほど、そんな感じかな。 70% ってまた微妙だね。いや、微妙やね。はい、これね、参考にならないと思いますけども、まあ、あの流脈と原子の足し2で割ったような感じじゃないんですかねというところですね。まあ、結論そうですね。はい、では今日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。